それでは次、wow! 母ちゃんに That father is dead man burn! どうぞ。母ちゃん、あなたはまず体のどこを引き締めたいですか？もうまたです。そこばっかし行ってみましょう。そうですね、きちっと膝を伸ばす。膝伸ばす。するとおー、来てるね。ももに来てる。揺れてますね、揺れてますね、揺れてますね。この揺れが母ちゃんのボディをギュッと引き締めてくれる。母ちゃんはこれを毎日、はい、1日、まあ、10分をね、うん、毎日繰り返して妻よ。わかりました。さあ、これはね、すごくいいところはテレビを見ながらとかね、できるの、まあ、ながらでできるのでね、毎日適度に楽しみながら続けていければいいかなと思います。冬のスキー生活の時にはビシッビシッとね、ナイスボディになってスキー生活を迎えられるはずです。イエー、はい、はい、こういう感じで母ちゃんと、まあ、父ちゃんもね、一緒に毎日トレーニングを続けていきたいと思いますので、二人の応援も大切です。応援してくれますか？イエーイ。サンキュー、サンキュー。今ね、動画の中と同じようにね、お尻が揺れてますよ、妻。シェイプアップヒップ、シェイプアップヒップ。おー、はっ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 、はい、伝わるわのブルブル。おー、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 おー。母ちゃんは湯沢でのスキー生活に向けて怠らず頑張っております。うわ、きつい。きついけど頑張る。うわっ、あれ、もしかしてこれはあの修行と同じじゃないか。それではお師匠様、お願いします。あれ、どうかな、それは。つらいです、お師匠様。お師匠様はこんなつらい修行。母ちゃん、いくらながらでできるからって皿洗いしながらブルブルはダメだ。ダメですか？あかん。さて、母ちゃん、はい、スーパーブレードプロ、これが我が家にやってきてから約3週間、うん、まあ、ほぼ毎日のようにこのブルブルトレーニング、我々一生懸命頑張ったわけですけども、はい、どうなんですか？変化実際ありましたか？ありました。例えば？例えば、うん、ふくらはぎのね、筋肉がついたのよ。あのきつい体勢でやってたから？そう、ポコッとするぐらい。へぇー。足は見せてはくれないの？ちょっとカサカサなんで。乾いとるやないかい。まあしょうがない。はい、あの、何？ふくらはぎに筋肉がついてきた。はい。その他には？その他には、うん、ここ。二の腕。二の腕は、ちょっとやめちゃダメだね。もっとタプタプしてたんだけど、うん、引き締まってきた。前肉が？多分もっと続ければもっと引き締まるはず。あえてビフォーは取ってないからさ、信用性ちょっと薄いんだけど。本人断で。本人断、個人の感想的に、本当ですか？ちょっとタプタプしてみてくださいよ。タプタプ。本当に変わったのかな、これ。あなたが一番引っ込めたかった、お腹は見せてもらえないんですかね？ちょっとね、ここはもう少し時間をかけさせてください。デリケートゾーン？デリケートゾーンはちょっとまだ見せられない。はい。そういう自分はどうなんですか？私？まあ僕の方はその一番ね、目標としていたこの辺りの腹部のね、たっぷんたっぷんだったあいつらが、まあ正直ね、かなり落ちたと思うの。俺はね、やっぱそこを落とす運動を集中的にやっていたので、かなり落ちたと思うんだけども、俺も見せるのは NG かな。嫌い。
チラリ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 、どうでしょう。私個人的な感想としてはチラリチラリ、かなりブって笑うじゃないもうちょっとですねまあこの辺はあのトレーニング量とかそれから個人的なこう体質とかによってね変化は違うと思うので一概には言えないと思います。ただし僕たち夫婦3週間ほぼ毎日、まあ、続けた結果実感的にはかなり効果が出たんじゃないかと思います。はい、サンキュードクターエア言われたら前も、ああ言っていいのね、もちろんね、5回サンキュードクターエア、サンキュードクターエア、合わせて言わんかいそうかせーの、サンキュードクターエアというわけでドクターエア 3D スーパープレートプロご紹介してみました。それではまた、バーイ。